はい、どうもトモスです。ついにブダペストに到着しました。まあハンガリーですね。実はねここ住宅街なんですけど、普通のよく皆さんが見るブダペストのなんだっけ、ドナウ川のあの辺の都心はね、アストリアっていう駅の近くなんですけど、あそこでは動画を撮り忘れまして、ここからスタートです。とりあえずね1週間ぐらいこの辺の住宅街に泊まる予定なんですけど、まあせっかくなんでね、なかなか見ることできないと思うんで、こういう普通の住宅街もお見せしていこうかなと思います。でこのノリでですね、今昼の12時なんで、昼飯を買いにねスーパーに行く予定なんで、スーパーの様子もお見せできたらなと思いますんで、ご視聴お願いします。いやー、ほんと自然豊かなんですよね。こういう花も咲いてるしね。これなんて言うんだっけ、花に詳しい人教えてください。マジで静かなんですよこの辺、めっちゃ綺麗じゃない。でなんかね、僕思ったのが、ハンガリーの家ってよくこういう柵があって、柵の中に家建ってることが多いですね。全部こんな感じで基本的に柵があって、うん、でこんな感じで、ね、ここに地区の住所が書いてあって、これね、こういうのが至る所にありますね、うん、家も綺麗だね。家がおしゃれだな、いちいち。そんな都会じゃないけど全部カラフル、いいね、気持ちいいね、気持ちいいな、ああなあ、気持ちいいなお前な。ちょっと海外で帰省はちょっと怖いんでね。で車なんですけど、割とねトヨタとワーゲンで半々ぐらいかな、僕が見る感じ。やっぱトヨタすごいね、うん、ヨーロッパだったらねドイツ車多いのかなと思ってたんですけど、トヨタばっかり。ほらこんな感じでトヨタだったり、まあ、アウディとかね、まあ、ドイツと日本車半々ぐらいかな、うん、アメ車は全くないっすね。たまに乗ってる人いんのかな、わかんないっすけど。空も綺麗っすね、マジあったけえわ。今日20度ぐらいだったかな、気温。なんかね北海道と同じ緯度って聞いてたんだけどもね、まあ、北海道知らないんだけど、割とあったかい。全然余裕で半袖で行ける人はいけんじゃない。このなんか田舎の感じですよねこの辺も、うん、このね最寄りの駅名は忘れたんだけど、あの首都のね、首都っていうか中心街から電車でね20分ぐらいかな、うん、電車で20分ぐらいのところに行けるところです。でこの辺にねスーパーめちゃくちゃいっぱいあるんで、せっかくなんでお見せしますね。というわけでね、トーマスチャンネルハンガリー編スタートです。ちょっとね一人称に変えました。なんか一方通行みたいな看板がなぜか歩行者側向いてるという。であのね信号機も面白いでしょこれ、自転車と人間の形してますね。まあ一応赤が止まれ、青が進めは同じかな。でこんな感じで行ってきます。うお、謎の車が。あったけー、すごい横断歩道やねここ。あ、これがねよく使うバスですね。あの8位ってやつに乗ってきましたね俺も。でハンガリーすごいのがさ、バスがめちゃくちゃ通ってて、1分に1本下手すればバス来るみたいな。ほらもう来た。だからねバスはね基本的に使いまくれるね、うん、
実はね今日2日目なんですけど、1回目はバスで来て2回目は電車で来たんだけど、どっちでもいいね。日本だったらバスそんな来ないけど、ハンガリーはバスめっちゃ来る。やばい、引かれる。よいしょ、ほらあそこにもバス来てるね。このねバス停が結構ね至る所にあって、こういうねブダペスト GO っていうアプリ僕もインストールしたんですけど、アプリを使ってかざせばペイペイみたいな感じで乗れるっていうね、チケット買わなくていいっていう感じで、まあ買う人は買う用のチケット自販機みたいなのあるんだけど、まあこんな感じで時刻表があってと、まあその辺は日本と変わんねえだから。で、なんて書いてあるか分かんねえんだよな、ハンガリー語。あれ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 って書いてありますね。自然が豊かすぎる。で、こんな感じでね、歩道もちゃんと木が生えてますね。ちょっとな、謎の音楽屋、楽器屋みたいなの見つけたんで見てみますか。あ、家具屋さんかなこれ、すごい。ちょっと入るの怖いからやめとくわ。こんな感じで謎の家具がいっぱいありますね。気持ちいいなあ。気持ちいいなあ。ういっす。よし、ちょっと三人称に戻しました。この道ですよ。めっちゃ綺麗だね。ちなみにハンガリーに来てびっくりしたんですけど、僕なんかドミトリーみたいなところに泊まってて、その二段ベッドみたいな感じになってて、何人かと一緒に寝てるんですよね。それで僕、話すするのが癖なんで、ずるずる話すすってたらね、ヨーロッパ人はそういうの嫌いらしくて、ティッシュをね、投げつけられました。でなんか調べるとやっぱ海外の人って鼻すする音が苦手らしくて、でその人に言われたのが数えてるかと思ったみたいな感じで言われたんだけど、いやいや日本じゃ普通だよって言ったらめちゃくちゃびっくりしてましたね。まあそんな感じでね、カルチャーショックも受けましたわ。ペニーっていう薬局みたいなのもありますね。あそこね、昨日行ったんだけどあんまりいい商品なかったから、またいつかの機会にお見せしますわ。まあこういう感じで車も道路の脇にやたらめったら止まってますね。うお、めっちゃおしゃれな家がある。これですね、おしゃれやな。あんなデザイン思いつかねえよ。芝を買ってるワイルドメンもいますね。なんて書いてあるかわかんねえな。え、ゼルダ見える、これ任天堂のゼルダの看板がありますね。任天堂すげえな、やっぱ。やっぱヨーロッパにも任天堂は響き渡ってるんですね。うん、ですごいビルを見つけましたね。なんだこれ、すげえ。アディダスあるよ、アディダス。これですね、ブダウェストっていうマンションみたいな、マンションっていうかオフィス兼商業施設みたいな感じかな。
アディダスヘリーハンセンぐらいは知ってるけど、他はよくわかんないですね。もうなんかガソリンスタンドっぽいの見つけましたね。モル。ガソスタっぽいのを見つけました。せっかくなんで寄ってみますか。おお、タクが止まってるね。あー、やっぱガソスタだね。ガソスタの色もなんか洒落てんな。ジンジャーエール出てきそうな感じだわこれ。おしゃれな色ですね。ドリンクバーみたい。面白いな。面白いわ。歩いてるだけで面白いわ。すげえ、横断歩道渡ったんですけど、みんな譲ってくれる。日本の一応道路交通法だとね、歩行者優先になってますけど、大体みんな譲ってくれないけど、ハンガリーは迷わず譲ってくれた。今取っとけばよかった。この辺人多いな。すげえ。こんな感じの意外にねいいビルが。お、着いたかな。着きました。アルディっていうスーパーですね。ここで今日の昼飯を調達したいなと思います。でやっぱりね EV が進んでますね、ヨーロッパは。こっから充電できるんでしょうね。さあ入ってみますか。こんな感じで、こんな感じで入り口もでかいな。まあカメラ撮っていいのか分かんないけど、とりあえず入っちゃうか。日本のスーパーみたいな感じで花がありますね。よし、あ、一応消毒液もついてますね。うわ、怪しい飲み物。コーラ普通に売ってるね。まあ多分こんな感じでここから破って取っちゃっていいんでしょうね。こんな感じで。でなんかピクルスとか、すごいなんかアメリカみたい。まずはいきなりお菓子コーナーですね。うん、お菓子もせっかくだからなんか買おうかな。クッキー美味しそう。ハンガリーのお菓子って何が有名なんだろう。でもクッキー多いよね。クッキーばっかり。日本のお菓子みたいなのは今んとこないですね。終わった。プリングルスは売ってる。これなしか直径でかいんですけど、直径多分でかいわこれ。俺プリングルスめっちゃ好きだから買うんだけど、分厚い、太い、多分太いはず。長年の勘でわかる。逆サイドはチョコレートですね。お、ハリボー売ってる。ハリボーってね、ハンガリーが発祥ですよね確かね。でこれいくらなんだろう。699フォリントだから1フォリント 0.4 円ぐらいなんですよね。だから250円ぐらいか、280円ぐらいか。高いね、日本より高いね。日本も250円ぐらいだよね確かコンビニでね。物価は割と高いのかもしれんな、ハンガリーは。そしてワインも売ってますね。ワイン全く詳しくないんで分かんないですけど、美味しそうには見えますな。で白もあると。
この辺は果物ですね。一応アップルが1キロ649フォルント。キロ単位だと分かんねえな、安いのか。で、リンゴっぽいものがずらっと。あ、それ。あ、イチゴも売ってるんだ。で、オレンジ、パイナポー、キウイ、ジンジャーも売ってるね。生姜っすね。このまま売ってんのか。で、ナッツ、レタスも売ってるね。で、これはグレープ関係かな。なんだこれ、メロン、これ全然読めねえわ。メロン、スイカかな。あ、でニンニクも売ってるね。バナナ、玉ねぎか。で、こっちはジュースですね。全くわかんねえ。これ美味しそうだな。てか、こういうさ、金のパッケージ良くない？高級感あるよね。俺絶対将来缶作るってなったら、こういう金のデザインにすると思うわ。で、やっとケチャップですね。やっと読める文字が出てきた。ケチャップ。マスタード。ここら辺はパンの材料が、コーナーかな。バーガーのバンズだけ売ってるね。ハンバーガーにしよっかな、今日腹減ってきたな。で、これ BBQ、 ペッパーかな、これ。いやー、でかいな。ここにもワインあるね。ジン売ってる、日本の6ジン。すげえ。お、これなんだ、日本酒かな。もろ日本語って書いてある。サクラオブルワリー&ディスティラリー。すげえ、こんなところで日本を感じることになると。酒って書いてあるね。なんだろう、これ広島県って書いてあるね。すごい、ジャパン感じたわ。この辺あれだね、混ぜるやつだね、カクテル系か。で、ペットフードもありますね。めっちゃ可愛い猫。結構ずっしりあるよ、重いよこれ。で、アロマも売ってる。あ、この辺はシャンプー類かな。そう、なんか宿にもさ、シャンプーかリンスか分かんないやつがさ、10本ぐらいあってさ、読めねえから分かんねえんだよ。とりあえず適当に頭洗ってますけど、何使っていいか全く分からん。でも髪なんか自然サラサラしてる気がするから、多分合ってるシャンプーで。うアサヒスーパードライ、500で売ってるね。すごっ、ここまで侵略してるね。やっぱ日本強いわ、やっぱ日本強いわ。ちゃんとね、ヨーロッパにもマーケットしてるわ。で、トイレットペーパー類ですね。あ、ここ防犯グッズみたいなの売ってるわ。ここ何でも売ってる、何でも屋さんだね。フライパンやら、カトラリーやら、ね、筋トレグッズも売ってますね。うん、で、ここは、まあ、洗剤系ですね。全部青い。タンディルっていうメーカーが多分最大手なんだろうね。
全部タンディル、すげえ。でっか、トミでっか。こっちの単位って何なんだろう、リットルなのかな普通に。あ、ミリリットルだね。ガロンはアメリカだけか。アメリカがガロンをやめる日は来るんでしょうかね。で、めっちゃいい匂いする。キャベツ。そしてこれポテトかな。ポテトにしてはちょっとなんかブヨブヨしてるけど。うわ、でかっ。なんじゃこりゃ。マジで英語表記つけてほしいわ。全くわかんねえ。キャロットだね、多分ね、これ。で、こっちにも一応、洗剤ありますね。やばい、何買えばいいかわかんねえ。で、こっちはね、ジュースですね。オレンジ。まあコーラは鉄板ですね。なんかコーラじゃないっぽい、コカじゃないコーラがある。地元のコーラなのかな、これは。ペプシ売ってないね、でもコカだけだね。で、なんか紙パックのやつも売ってるね。で、こっちは一応機械、コーヒーメーカー、フライパン、ゴミ箱などなど。なんかちょっとイケアを感じるね。で、こっちはおもちゃかな。ペン長っ30色長っ。なんかこういうキャラクターがヨーロッパでは主流なんでしょうか。誰でしょうね。シンプソンズみたいなのいないのかね、大手のキャラは。で、こっちはなんかコストコみたいなクッキー売ってるね。これで2200フォリントだから800円、高っ。で、パスタ売ってるね、パスタ。お、ヌードルみたいなの、ラーメンじゃないこれ。うまそう。で、一応冷凍食品もあるね。この辺はパンかな。ベーカリーって書いてあるね。ドーナッツも冷やしてある。てか冷蔵か、ここは。冷凍じゃなくて。で、このケーキはね、どっさり置いてあるね。この辺はアイスかな。俺あんまアイス食わないんですよね。本当に年何回かしかアイス食わない気がする。おお、この辺はアウトドアかな。まあ、俺がキャンプ動画上げてた時期も久しいですけどもね。え、人生何が起きるか分かんないですね。で、この辺はね、野菜、野菜の冷食ですね。ブロッコリー売ってるね。で、これなんだろう、チーズっぽいけど違うのかな、よくわかりません。で、 This is meat。 肉はね、 500g 800円、高いね、やっぱね。日本より全然高いね、こっちね。あ、一応フィッシュも売ってる。鮭かな、あれシーフード。やばい。ってか思ったんだけどさ、あり合わせのもの売ってないよね、日本と違って。
そういえば日本だとさ、なんかお惣菜コーナーみたいなのがあってさ、焼き鳥とかさ、あとはカップラーメンとかもさ、即席で食えるやつあるけど、ないね、こっちは。全部調理勝手にしろって感じだよね。即席で食える飯がねえわ、そういえば。この辺冷凍で揚げれば食えると思うんだけど、やっぱそこ違いだね、日本とね。作り物ないね。どうしよう。一応キッチンはあるんだけど、めんどくせんだよな、作るの。やっぱその点日本優秀だわ。コンビニにもさ、おにぎりみたいなのあるじゃん、そのまま食える。そういうのはないね、こっちにはね。まあ、こういうデザート系はそのまま食えると思うけど、コンビニ弁当とかさ、そういうの欲しいな、ね、そういうの日本から置いたらめっちゃ売れると思うんだけどね、こっちでね、そういう感じで。エッグを見つけましたね。エッグの値段は気になるね。10DB って多分10個で、400円、高っ。でも今日本もそんぐらいなのかな。久留米の時はね300円ぐらいだったけど、12個、高いね。ハンガリーって物価安いって聞いてたけど高いね。でこっちも一応道具がありの水ですね。水はちょっと昨日買ったんで今日はいいかな。ここでパン来ましたよ、パン。今日パンにしようかな。すげえ、こんな感じでパンが無造作に入ってるね。あ、これ安いわ、10円だよ1個。10円だよね1個、多分1個だよね多分ね、これ安っ。一応食パンみたいなのもあるね。うわー、今日パンだわ、今日パンだわ、うまそう。何にしよう、マジで。でけえ、手よりでかいよ。で、なんかこのトングを使ってね、多分取るんでしょうね。で、この紙、この紙に入れて買うんでしょうね。というわけでね、一通り見たんで、あとは気になるのを買っていこうかなと思います。で、なんかレジはね、こんな感じでイケアスタイルですね、レジは。こんな感じでレジの前にはメントスがあるね。で、こうやって区切りを置いて会計するパターンですね。ヤポ、ビザ、オッケー、 Thank you。 Yeah。 はい、というわけでね、会終わりました。戦利品はね、ちょっと後で紹介したいと思うんですけど、とりあえず感想をね言っておくと、まずね、日本のお酒が売ってて嬉しかったっていうのと、あとはね、さっきも言ったんですけど、作り置きのものがないってことですね。あり合わせのものっていうか、お惣菜がないっすね、こっちは。まあ、だからちゃんとキッチンあって調理するっていう人じゃないと、スーパー来てもあんま食べるものないかもしれないですね。まあ、だから僕はパン類とか買ったんですけど、
そこはね日本の方が優れてますよね。まあなんて言うんでしょうね、スーパー自体で調理とかして、よく日本のスーパーって魚さばいたりさ売ってるじゃないですか、スーパー自体で作ったもの。そういうのが多分こっちはないんでしょうね、うん、だからスーパーちょろっと行ってそのまま食えるのはパンぐらいですね、マジで、うん、こんな感じで必ず止まってくれますね。であとね、道の至る所にゴミ箱があるんですよね。こういうのね大事、うん、街が汚れないのはねゴミ箱多いと汚れないですからね、そういうの大事ですね。はい、というわけでね、食料はゲットしたんで、あとは座れるとこ見つけて実食したいと思います。